おはようございます。みんなの性生活の時間です。今日、3月17日日曜日の、朝からこういうお話しさせていただきます。まず今私の横に持っておりますチラシですね。こちら、今日はですね、ちょっと背景とか違いますけども、いつもと違うところからお送りしております。インスタの方もこんな感じで、ここ私の家じゃないところで、ここ、そうですね、昨日から違うところに来ておりまして、3泊4日、別のところで、ここで、配信させていただきます。あんまりよそ様のお家なので、あんまり他のものが映り込まないように、ちょっとね、こういう感じでお送りさせていただきます。ちょうどね、イベントもありますのでね、このイベントの宣伝にもなるので、ちょっと他のものが映り込まないように、ここにこれ画像をパッと停止する方法はあるみたいなんですけど、もうジャッカさんも見てくださってありがとうございます。そう、画像が、この画面に、浮き上がらせる方法、貼り付ける方法あるみたいなんですけど、ちょっとわからないので、アナログ式でこうやって、お送りさせていただきます。はい。じゃあ早速ですけど、これ、春分の日に名古屋の大須で開催されます愛知マグアイエキスポ2024年、チケット前売りの方が絶対お得ですので、どうぞ。3月20日の11時から夕方5時まであります。私も登壇させていただきますけど、私の他に3組の方、トークとか、ディスカッションとかあったり、他にも珍しいものを、性的な生活をとても充実させる美薬を販売される方とか、体がね、活性化して感じやすくなる体を作るアイテムを販売される方とか、セッションですね、感じやすい体を作る、気の通りを良くする施術をされる方とか、いろんな良き豊かな性生活を送るのにとてもいい探求されている方たちが集まって出展されますので、ぜひいらしてください。性はですね、生きることの源ですので、おろそかにしない方がいいんです。性欲っていうのは、なければなくてちょうどいいと思う方いらっしゃいますけど、魅力を作り出すパワーがありますので、ぜひ諦めないで探求していただきたいなと思っております。今日はですね、他のものが映り込まないように、ちょっと不自然ですけど、こうやってお送りさせていただきます。愛知マグアイエキスポ2024年3月20日春分の日、名古屋の大須カフェトゥーランドさんというところであります。とても地下鉄の駅、カピバイズの地下鉄の駅から近くて便利なところです。前売りが4,000円、当日券が5,000円です。で、懇親会が午後6時から2時間ちょっとありまして、それにも参加できて、出店者さんたちといろんなお話ができるという素晴らしい特典付きのビュッフェもついております。それが、そのチケットは1万円です。これは、19日までしか発売しません。私の概要欄、YouTube の概要欄に愛知マグアイエキスポのリンクが貼ってありますので、そこからチケット、昼間の4000円の前売り券と、夜の懇親会付きの前売り券1万円のが販売されておりますので、ぜひどうぞ
いらしてください。私と直にお話ししたいという方、ぜひいらしてくださいって言ってもね、私と直に話したい人、そういないかもしれないですけども、他の人がね、またいいですから、もういろんな魅力的な人、いっぱい出展とかトークされますので、その方たちと直にお話ができるチャンスがありますので、ぜひいらしてくださいね。はい。で、今日のタイトルですけどね、今日のタイトル、疲れる〇〇イコール疲れる〇〇というのがありまして、疲れるっていうのは、最初の疲れる、玉突きの突きっていう、衝突の突の突って書いて、で、その疲れる〇〇イコール体が疲れるのの方ですね。疲弊するの疲れる。イコール疲れる〇〇とあります。これはどういう意味かお分かりになるでしょうか。このチャンネルをご覧の方は、お分かりだと思いますけど、よくね、私、小さい頃ですね、実家のお隣が床屋さんやってまして、で、うちのお風呂がですね、駆動というかね、あえて父親がね、家を新築するときに、お風呂は焚き付きのお風呂に作ったんですね。いらないゴミとか焚き物とか、そういうものを燃やして火を起こして、火を起こして燃やして、それでお風呂を沸かすという。1970年に建てたお家なんですけど、父親があえてそういう原始的な沸かすお風呂にしましてね、だから焚き物という木材を燃やしてたんですよ。お風呂沸かすのにもう十分ね、ガスでボッと簡単に沸くのが出てる時代だったんですけども、父親がいらないものを燃やすのにも役立つからって、もうね、父親はその頃から循環型社会というのを目指してたんですね。いらない廃材とかもそこで燃やせばガス代いらないし、いいだろうということですね。で、いらない紙とかもいっぱい出るから、それを焚き付けに使って、それで木材燃やしてお風呂を沸かすという、そういう方式だったんですよ。ですから焚き付けがいるので、隣の床屋さんからいらない雑誌をもらって、それを焚き付けにしてたんですね。で、床屋さんは男性の集まるところですから、男性が見て楽しめる雑誌っていうのが置いてあって、で、それでエロ本と言いますか、エロ本というまではいかないけど、男性向きのコミック雑誌っていうのが週刊のとかあって、で、それってやっぱり性的な内容が多かったんですね。で、光学心あふれる少女だった私が、それを紐解いて勉強しておりまして、で、そこによくね、つくっていう言葉、セリフ出てきたんですよね。もっとついてとか、つくは玉突きのつきですね、ビリヤードのつくっていう、という大人の女性が相手の男性に向かってセリフに、そういうのがね、よく出てきたんですね。で、子供だった私は、こういうことをリクエストするということは、それが望ましい状態になるんだなと、そういう予備知識がありまして、で、いざ自分が大人になった時に、そういうことを望んだかと言いますと、あんまり望まなかったけども、そういうシチュエーションになった時に、その漫画の、大人向け漫画の、その登場人物の女性のセリフ、思い出したんですね。こういう時にこういう風で、女性はそう言ったんだなっていうことが、ちょっとつながって感動しました。振り落ちるっていうのが。で、実際どうだったかというと、もう一つの疲れるっていう方だ
ったんです。疲れるというか、まあ、まあ早くそこはスキップして、まあ、終了した方が望ましいなっていう感じで、でいろんなね女性に聞いてみたら同感の人が多いんですね。でもこれは2つに分かれると思うんですけども、十分に衝突する面がですね、ほぐれて育ってる場合、それは良さにつながると思います。リクエストしたい状態になると思いますけども、そこが衝突するところがですね、女性側の方、そこが十分に育ってない場合は痛みとか苦痛にしかならないんですね。で、まあ、それを我慢するから、まあ、早く衝突が終わればいいなと思う女性っていうのがですね、多いんですよ。あくまで2つに分かります。十分に育った男性側からして衝突した先が十分に柔らかくほぐれて温かく潤って弾力性が飛んでいる、そういう場合相手の女性にとっても有益な行為ですけども、そうでない場合、硬いものにぶつかった感じがする、そういう場合は相手はですね、まあリクエストしてない状態なんですね。自らそれを望んでいない状態ですので、それは、まあ、やめるのが一番喜ばれる。そう、終了するのが一番喜ばれるんですね。これは意外とっていうかね、男性は分からない、知らない情報だと思いますけども、衝突した先が硬い場合、相手はそれを望んでいない、苦痛を感じている、まあ、早く終わればいいと、まあ、もしかしてそれでもなんか感じているような声とか反応がある場合、それは演技です。それの演技を鵜呑みにして繰り返すと、内心お相手の女性は早く終わってほしいと思っていらっしゃいますね。まあ、そういう場合はどうしたらいいかというとですね、すぐその場で解決を求めない方がいいです。そこが硬い状態から柔らかい状態になるまでは、男性側にですね、きめ細かく相手の状態を察した前戯っていうのがもっと必要ですね。そうすることで柔らかくいい状態に変化していきますが、それはつけ焼き場的な努力ではちょっと難しいです。事前にね、いろんな情報を得て、まあ、練習するとか、そういうことで目標達成できるかもしれませんけども、それはその場ですぐそうなるって難しいです。でもうちょっとね、時間をかけていただくといいんですけど、そういう場合、男性はどうしたらいいかというとですね、この私のこのチャンネルを女性にね、それとなくほのめかして見ていただくと。で、特にこの回をね、見ていただくといいです。こういうね、そういう行為を女性が受けて、女性側はそれを苦痛と思う方多いんです。決して恥ずかしいことじゃないです。というのは、日常生活からそれがね、柔らかい感じにほぐれていくっていう、そういう、育つきっかけというのは、昔と比べてなくなっているので、そういうことに関心を持たず、普通に過ごしていると、そこが変化する、育つっていうことはほとんどないです。性的なことに興味を持って自分の体を育てる努力をするという女性は、まあ、そういうね、男性の行為に対して
ウェルカムって感じですけども、そして共に楽しむっていうことできますが、そうじゃない方、男性が衝突した場合、衝突した先が硬い場合はですね、全ての女性はそれを心地よく思ってないので、すぐさまやめた方がいいです。その方が感謝されます、喜ばれます。やめた方が喜ばれます。でもですね、男性としてはそういう行いしたいと思うでしょう。そういう場合はですね、時間をかけて相手を育てるということを試みてほしいです。で、どうしたらいいか、具体的にはですね、これも私の YouTube の概要欄の下の方に書いてあるんです。真ん中ぐらいかな、リンク貼ってあるんですけど、つけるヨガっていうものを女性にプレゼントするというんですか、それはご自分の女性の体幹を整えるものなんですね。それをずっと毎日使っていたら、もう早い人はもう3日、それとか1週間とか、2週間、3週間、4週間、1ヶ月とか、ちょっと時間かかる人は3ヶ月ぐらいかもしれませんけども、3ヶ月で完璧になるっていうのに、3ヶ月時間かかるわけじゃなくて、じわじわと変化していきますので、1日で変化したり、変化は1日目から現れると思いますけども、そこがね、衝突する面が柔らかくほぐれるっていうのは、もうちょっと、その人にはよりますけど、もうちょっと時間かかるかも、日数かかるかもしれません。でも、そのつけるヨガの使い方で、急速に変わっていきます。一日のうち長時間使って、毎日続けるほど、変化が激しく、順調に、早く変化が起こります。美穂さん。ありがとうございます。カニさん、おはようございます。美穂さん、おはようございます。日曜日の朝っぱらからセクシャリティのお話をさせていただいております。今はですね、疲れるの〇〇イコール疲れる〇〇ということでね、ビギナーの性体験というかね、性に関心をあんまり持たずに過ごしてきた女性のあるあるなんですけどもね、男性が奥までつくと、女性はそこがね、育てない方は疲れると、早くやめてほしいと思うというお話をします。逆にそういうお話をしておりまして、逆にそこがですけども、その辺の見極めを男性を していただいて、それで硬い方にはですね、最近の YouTube でかりんさんの配信お聞きしています。ありがとうございます。YouTube にもね、保存しておりまして、嬉しいです。チャンネル登録、高評価ボタン、シェアとか、何でも大歓迎ですので、よろしくお願いします、美穂さん。美穂さんもね、ますますお美しくなられていらっしゃると思います。いろんな発信されてますもんね。ありがとうございます。投稿、拝見しております。そうなんですね。女性はここ柔らかくすると、そのリンクしてね、体の外側にその柔らかさっていうのが魅力になって溢れてるんですね。ですから女性側もそういう時心地よくなるためにやるっていうだけでなく、おまけにいっぱいついてくるんですよ。魅力的になるんですよ。物腰柔らかくなって人から好かれるようになるんですね。で、いろんなお誘いがあったりとか、いろんなものが循環して巡ってきたりとかするので、女性は男性を喜ばせるために奉仕としてやるっていうんじゃなくて、自分への奉仕ですね。自分への奉仕のためにやると。そうすると自分が魅力的になって、どんどん変わっていくと。それからつけるヨガの話なんですけど、つけるヨガをどこに使うかというと、小陰唇っていうところにつけるんですね。小陰唇、場所がわからない方は検索していただくといいですし、過去の動画で私、大きな模型持って、
説明しておりますのでね、それ見ていただければいいですね。まあ、今申し上げますと、検索するとすぐ、が小陰身、小さな影の、陰キャラの陰ですね、の唇と、その3文字で小陰身で検索していただくと、画像を開くと、場所が出てきます。そこに、つけるヨガという、シルクでできたオブジェを挟んで、そこで挟んだら少し引き上げる感じでするんですね。引き上げる感じ。そうすると骨盤がまっすぐ立って、体の歪みが整って、それで体の女性の中心軸となる膣の壁がじわじわと確実に育っていって、その衝突する先が柔らかく弾力性飛んで、潤って熱くなるんです。日常生活からも骨盤立てて、どんどん育っていきますので、日常も骨盤立てて意識をすると、オーガズムを一人で感じることができるんですね。だから手も何も道具も使わなく、ただ軸を整えるだけで心地よくなるので、その感じる心地よさが外面にあふれて魅力的になるんですよ。で、体の循環も、そこにね、気の巡りを良くする、美穂さんだ。またかりんさんのショーツ、買いたいです。ありがとうございます。どうぞ、どうぞ。お買い求めくださいませ。今ですね、お年玉、宇宙元旦、スピリチュアルお年玉福袋っていうのを発売しております。20日まで。3枚セットで私がチャネリングさせていただいて、それで、今、あなたに必要な色、運気アップする、3枚セットの色柄を私がね、セレクトさせていただくんですけども、それが、面白いんですよ。3枚セットなので、お値段もあるんですけども、でもそれに、つけるヨガの、黄金のつけるヨガっていうね、金のつけるヨガが1個ついて、あと、便利な桜姫ジェルもついて、それで、定価で買うよりもお得なんですね。特典がいっぱいついて3枚セットっていうのが、それも概要欄に、上の方の段の概要欄についてますので、お年玉福袋セット、宇宙元旦の、それ見ていただくと、お得なセットが3月20日まで受け付けております。ね、すごい。そうそう。美穂さんもね、どんどん魅力的になっていらっしゃるから、巡りが良くなりますよ。さらに巡りの良さに拍車がかかります。そうなんです。お股にね、心地よくしてあげると、すぐ金運とかね、循環の運がすごく良くなるんですね。でもその良くなる前にデトックスっていうのもあります。今まで溜まってた不要なものが体が排出するためにちょっとね、一時的に体調悪くなったりするんですけど、それが終わるととっても浄化されていい状態になるんですね。それともう一つ大事なのが、つけるヨガを使うとき、密着パンツだと使えないんですよ。ですから必ずゆったりしたふんどしパンツ系のとセットで使ってください。まあ理想的なのはうちが出してる桜姫ブランドのショーツか、もう一つ の去年作ったブランドループのブランドのショーツかどちらかなんですけど、それも概要欄に桜姫 のウェブショップとループのウェブショップの概要欄出ております。美穂さん。ありがとうございます。現金決済だけですよね。そんなことないんですよ。ストライプとかペイパルとかクレジットカードと紐付けしてあるものと買います。ループの方がカードの種類が多かったかな。ループはですね、ゼウスっていうところを使っておりまして、ゼウスの方が使えるカードの種類が多いかと思います。カードで使いますので大丈夫ですよ。
そう、それとです。そう。で、ふんどし系のパンツ。で、どうしてつけるヨガを使うとき、普通の股間にね、フィットするショーツじゃダメかと言いますと、つけるヨガはですね、小陰唇の内側の粘膜のところに挟むんですね。挟むとき、奥の方に挟まないんで、縁の方に挟んでくださいね。奥の方に挟みますと、膣口に、つけるヨガがぶつかっちゃって痛いです。膣口に当たると痛いですから、痛いのはダメです。痛かったら不快で続けることができません。継続は力なんで、継続できる状態が大事なんです。その点、ふんどし系のパンツはですね、つけるヨガを小陰唇にギュッと挟んでも、その上から押さえつけることなく、ふわっとした空間がキープされているので、それで継続することができるんですね。そこに、たとえ軽くでもフィットしますと、実際はフィットした布がですね、粘膜につけるヨガを押しつぶすことになってしまって、痛くて使えないんです。ですから、ふんわりと空間を保つ運動ショーツとつけるヨガをセットで使っていただくと、もうね、最高に体が育っていきます。で、こうやって今私椅子に座っておりますけど、美穂さん、わかります。たまにずれると痛くて、早くお手洗いで位置直したくなります。そうですよね。まあ、そういう時、もしね、ポケットのついてる服を、スカートとかズボンをお持ちでしたら、ポケットに手を突っ込むふりをして、ちょっとね、ショーツの内側まで伸ばして、紐を掴んでギュッと紐を引っ張っちゃって外してみてください。痛いのを我慢するよりか、まあ、外してずらして挟んでない方がいいですからね。ね、動くとね、ちょっとずれることがあります。でもって、椅子に腰掛けてるときは痛いですっていう声をお聞きよくしてるんですけど、椅子に座ってるときも、つけるヨガを小陰唇に挟んだところ、クッと角度を少しヒッと引き上げる感じですね。これ立ってる時も座ってる時も、これが小陰唇の横から見たところだとしますね。親指側が根元、小指側が外側、縁ということにしますね。で、小陰唇に、小指側につけるヨガを挟んでるとしたら、挟んでクッと引き上げる感じ。少し引き上げる感じ。そうすると、座面に、この小陰唇がくっつかないんです。だから、座面で、小陰唇につけるヨガを押しつぶすっていう、押し当てるってことないんですね。で、ちょうどその骨盤の角度がまっすぐになるんです。座ってる時も骨盤の角度が、崩れず、垂直に立つので、鍛えることができるんですね。姿勢も良くなるし、姿勢が良くなるから体の気の巡りも良くなるし、で、痛くもないし、で、痛いどころか軽いオーガズムも感じることができるんですね。骨盤しっかり立てると、軸をギュッとしっかりと締めることができます。そうしますと、自分で自分をハグしているような心地よさっていうのがじんわり出てきますので、その心地よさが表面に広がっていって、魅力的な女性になります。もうただ佇んでるだけ、座ってるだけでも魅力的です。そうするとね、いろいろ誘われたり、いろんなものを巡ってきたりします。内側からほのかに湧き上がる魅力っていうのは、何とも言えず、えも言われず、言われる心地よさです。ぜひトライしてみてくださいね。女性、これはね、男性ができる努力といえば、女性に、うちの女性、これはね、男性ができる努力といえば、女性に、うちのね、桜姫かループのつけるヨガとシルクのショーツ、セットで女性にプレゼントして差し上げると、そういう努力を男性はするといいですね。で、つけるヨガだけプレゼントすると、なんかね、私のそこが良くないのかなとか、不満に思われたりとか、小陰唇に挟むツールって今までないから、
なんか、変なものこの人くれるなっていう不信感を抱かれると思うんですね。ですから、まあ、先にシルクのショーツをプレゼントするといいかもしれないです。先にシルクのショーツをプレゼントして、それで、まず土台が、体を今まで締め付けてたのを解放して、心地よく解放して、自由になったと。そういう自由になったところに、さらにつけるヨガを、頃合いを見てプレゼントすると、その収縮力、集中する力がついて、良くなってきますので、いきなりつけるヨガをプレゼントするよりか、先にシルクのショーツをプレゼントして、それで土台を整えるのがいいかも。あ、美穂さん、確かにつぼみを使ってから、狙い撃ちな ご縁になってきた感じがします。そうでしょう。もうね、美穂さん、もともと潤って素敵な色っぽい方なんだけど、それを使うとね、さらに拍車がかかるんですよ。そうなんですよ。シルクのショーツとかね、お股を温めるとか、そういうものって体を解放して循環を良くする、伸びやかにするっていう、そういう働きするんですけど、さらにそこにね、収縮する、集中する力を育てるために、つけるヨガを使っていただきますと、ギュッとなるんですね。あ、かりんさん、ありがとうございます。嬉しいです。いや、みほさん、私こそ嬉しいです。そうやってね、実体験、体感していただけるっていうことがね、嬉しいんですよ。つけるヨガの効果、効能がね、モデルケースとして増えたっていうことですから、もうそうやって変化を感じていただけるっていうのがすごく嬉しいです。美穂さんはもともとね、土台ができていらっしゃるんだけど、私みたいに、本当にね、自分を守るために、すごいガードが硬いという人、そういう女性もね、ガードが硬すぎて、体まで硬くなってしまった人ってね、結構いらっしゃると思うんですね。そういう方こそね、いいんですよ。もう簡単に育つ。私、そういう硬い、ガード硬すぎても、体の軸とかね、その衝突する先がカチカチだった人なんですけど、それでも、そんな私でも短期間で変化してきたので、本当にこれはね、万人の女性に聞く。万人の女性に聞くと、そのパートナーの男性にとっても喜ばしいことなので、一人で2倍幸せにするものなんですよ。ですから、ぜひ、このね、3月20日の愛知バグアイエキスポ2024年の出展の時にも私、その商品並べますので、ぜひね、見にいらしてください。もうこれで人生変わります。昨日もね、ご紹介させていただきましたけども、桜姫ショーツとつけるヨガを使って、結婚11年目の方がね、もう性生活が俄然変わったということで、旦那さんもだんだん変わってきたんです。もう女性の方も臨時収入入ってよかったんですけど、男性の方もね、お給料が上昇、昇給したってことで、お互いに気分が良くなったと。でもってね、旦那様がね、今までそんなこと絶対言わなかったのに、今度子供がいない時に、2人でどっか行こうかって、デート申し込んできたんですよ。そんなこと今まで絶対言わなかった人だったんですって。でもって、交わるたびに、毎回ね、すごく締め付けられて気持ちいいっておっしゃるんですって。で、この締め付けでもですね、膣口の入り口周辺だけの、締め付けだと、なんか首を絞められたように、まあ、痛くて苦しい場合があるんですね。でもそうじゃなくて、全体的に、特に奥の方ですね。奥の方のハグっていうのがあるので、もう毎回男性がそう言われる。以前はそういうこと言わなかった人なんですよ。まあもちろんね、体の状態が違うから、ゆえに自分から好き好んで自然に出てこなかったセリフなんだけど、自然にそれが出てくると。もう性生活が変わるってことは、人生絶対が花開くってことなんですよ。あ、素敵なお話。自分ビジネスも意欲的になりますよね。そうなんですよね。
ここが土台ですから、土台のところをしっかり満たすことで、自分ビジネスも意欲が湧いてくるんですよね。ここしっかりしてると、どんな反応、自分が期待した反応でなくても、まあ、それはそれ、まだタイミングが来てないだけで、今準備期間なんだっていう腹が据わって、以前だったら、なんか、揺らいでいた。動揺してたことなんか、動揺とか不安とか、自分でね、自分を不安に陥れてた、自分を責める、なんか思考が、なくなるんですよね。循環が良くなるから、腹が温度高くなって、その腹が温度高くなると、頭のうるさい思考を黙らせちゃうんですよね。むしろ頭のうるさい思考を策略家として味方につけるようになるんですよ。今までね、体が冷えてると頭がね、なんかいらん余計なお世話とか自分を責める思考とかね、頭の良さを変な風に使ってたんですね。でも体の底が子宮界隈、陰とか膣とかが、温まると、美穂さん、ツボミン使っていない時ほど、自分ビジネスが全く進まなくなります。はい。この間、お股負傷していた時にツボミン使えなかったので、その時がまさにそうでした。あ、お股負傷しちゃったんですか？それは大変でしたね。そうですね。そういう時使えないから、負の循環が起こってしまいますけど、でもそれはそれでね、いかにお股に集中力をつけることがプラスになるかってことがよくわかりますよね。いいことばっかりだと、その良さが、価値がわからないけど、たまにね、そうやってデトックスみたいな負の、体験をすると、今までのね、ありがたみだとか、他のことのありがたみとか、使ってた時、ものの効果っていうのがわかりますよね。あ、美穂さん、わかります。そうですよね。そうなんです。自分ビジネスやってる方も、このつぼみんってとっても有効ですよ。実際ね、ショーツとつぼみん使ってらっしゃる方、もうどんどんね、反映されてますもんね。さすがだなって思います。まず、さえちゃんが典型的ですよね。もう一番。5億を回す人、もう10億とかね、移住先の島で循環させてますからね。素晴らしいです。皆さんどんどん、もう体現してみてください。お股を、解放して、伸びやかに、心地よく、自由にするのと、プラス、その自由になったところで、自分の意思で集中するっていうことですね。外側からガードルとか締め付けとか補正した気でギュッと寄せて集中すると。外側の力に依存して集中するんじゃなくて、もう解放して自分が自由な状態で、その中から自分の意思で集中するんです。締めるんです。それが大事なんです。外の依存じゃなくて、内側からの集中です。美穂さん、私も好きなだけかりんさんの書を使えるように頑張ります。頑張ってください。励んでみてくださいね。さやちゃんもね、昔は、うちの桜姫ショーツを大人買いをするっていう、それを目標にビジネスを循環して反映されてきたそうなんです。本当に光栄なことなんですけど、桜姫ショーツ、ループショーツ、うちが出してるショーツを大人買いできる、それを目標にして、すると楽しいですよね。ワクワクして。何か、ああ、せんでまあならぬとか、なんか数字とか、数字が何桁だとか、そういう数値目標じゃなくて、具体的に心地よさを常に自分に与えられるようにっていう、そういう肌感覚の快感を自分へのご褒美にすると、本能が目覚めます。あ、美穂さん、そのさやちゃんの話、私も覚えています。あ、ありがとうございます。いつか禁止のも欲しい。あ、
桜姫ゴールドですね。はい。あ、だったら、近道で手に入れる方法もありますよ。っていうのはですね、参加費3000円かかるんですけど、ラブ写真コンテストっていうのをやっておりまして、あ、でも美穂さん、ラブ写真コンテスト、あれかな、お相手がいっぱいね、そう、美穂さんに憧れる方いっぱいいらっしゃるから、特定の方とのラブ写真なんか出しちゃうと、ちょっとね、やきもち焼かれちゃうかな。で、まあ、魅力的な方はね、罪なところがありますからね、いろんな、たくさんの方から憧れ集めていらっしゃると、なんですからね。そうです。商品でね、桜姫ショーツのゴールドが、ラブ写真コンテストの最優秀賞に与えられるんですね。それがね、20日締め切りなんです。もうすぐ締め切り。とにかくエントリーして、まあ、3000円のエントリー料かかりますけど、それで3枚セットで送っていただくと。で、それで、うちで、こちらで審査させていただくというのがね、ありますので、それもね、近道ですよ。そう、ありがとうございます、美穂さん。コメントいただけるとすごく嬉しいですね。対談しているような感じがして。ですから、皆さん、ご自分の、女性の方はね、ご自分の中心の基底部、そこ、エネルギーのスタート地点なんですよ。縁のあたりっていうのは。小陰身につけるヨガを挟みますけど、つけるヨガを挟むところはエネルギーの出発地点ですので、そこを活性化することで、巡りが良くなって、いろんな運が良くなります。ですから、女性の努力の仕方っていうのは、つけるヨガとシルクの桜姫ショーツ、ループショーツを使うということ。で、男性の努力は、それを女性にプレゼントすると。で、私のこの YouTube チャンネルとかを見ていただいて、意識を、そういう方に促すということ。あとですね、男性の方、スポンサーになってあげて、ヤマトの生活ラボ、3ヶ月、本気の3ヶ月コースにスポンサーになってあげて、送り込むっていう、そういうのもね、いいですよ。まあ、とにかく男性はスポンサーになって、うちの商品を女性にプレゼントして差し上げると。それがいいです。あ、美穂さん、いいですね。彼氏と今音信不通なので、ラブ写真撮れる状況じゃなくて、あ、そうなんですか。早くね、望みの状態になるといいですね。はい。あ、では、今日も、朝っぱらからいろんな性的なお話をさせていただきましたけど、美穂さん、ありがとうございます。コメントくださって、おかげさまで楽しく配信できました。ありがとうございます。では、皆さん、チャンネル登録、高評価ボタン、それからシェア、いろいろお願いします。あと、商品のお買い上げとかね、ラボに入るとか、ラブ写真コンテスト応募とか、あ、それからこの3月20日、マグワイエキスポとか、いろいろ行動に移していただけると、とっても嬉しいです。では、最後まで聞いてくださってありがとうございました。では、皆様、性生活、充実させていきましょうね。はい、ありがとうございます。では、失礼、また明日失礼します。YouTube の方も見てくださってありがとうございました。それでは、また明日。